52丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線の駅である。クイーンズ区ウッドサイドの52丁目とルーズベルトアベニューの交差点に位置し、7系統が終日停車する。愛称として52丁目リンカンアベニュー駅とも呼ばれる。この駅は1917年4月21日に IRT フラッシング線の終点であった。 クイーンズボロプラザ駅からアルバーティスアベニュー駅までの延伸開通とともに開業した。駅のホームは1955年から1956年にかけてホーム有効長を11行編成に対応にするために延長する工事を行った。7系統の列車が駅に入線する駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有している2面3線の公開機で 中央の急行線は、ラッシュ時に混雑方向へ向かう、7系統が通過する。ホームは南端を除いて、茶色の屋根とそれを支える、緑の柱、ベージュの外壁があり、北高ホーム南端は外壁のみ、南高ホーム南端は、腰付近までの高さのフェンスがある。当駅は、ルーズベルトアベニュー上にある最も南の駅で、全路は駅の西でカーブし、 クイーンズブールバード城を通過し46丁目、ブリスストリート駅に入る。当駅の改札口は駅の両端2箇所にある。南側の改札口は終日開いており、各ホームへの階段と回転式改札機、切符売り場と通りへの階段2つがある。通りへの階段は51丁目と52丁目の間のルーズベルトアベニューの両側に降りている。また、 改札内での南北ホーム間の移動も可能である。北端の改札口には各ホームへの階段と、回転式改札機一つ、通りへの階段二つがある。通りへの階段は53丁目と54丁目の間のルーズベルトアベニューの両側に降りている。ありがとうございます。